推し？今日はですね、珍しく爆食動画撮っていこうと思います。まあ、僕3週間近く前にギランバレー症候群というね、とんでもない病気でね、まあ、入院してたんですけど、まあ、そこで僕の減量生活っていうのは強制終了しました。でだけどそれ以降僕一回もね、飲食店で爆食してないんですよ。コンビニ食と病院食と差し入れだけで僕生活してて、退院して1週間経ったんで、そろそろね、爆食動画撮りたいなと思って、じゃあどこ行こうかっていうことを考えたんですけど、僕のね、 YouTube の伝説の動画があるんですよ。伝説の企画がある。それは何かっていうと、寿司の大食いなんですよ。もうね、1000万回再生くらい行くんじゃねえかっていうね、もうものすごい勢いで伸びてるんですけども、もうあの頃の記録を破ってやろうと、もう今日は60皿食ってやろうということで、回転寿司行ってこようと思います。はい、ということでやってきました。前回55皿が全部サーモンだったんで、今回も途中までサーモンで攻めていこうかなと。よいしょ、これですよ。じゃあ早速食っていきましょう。よし、もうそれついちゃった。いいじゃん、大丈夫大丈夫。もう一回か。食べます？大丈夫大丈夫です。美味しそうですけど大丈夫です。食べます？サーモン。いらない。いいじゃないです。欲しいっすよね。じゃあいただきます。やっぱサーモンしか勝たんすわ。サーモンね、やっぱボディビルなんてすごい魚なんで、今日はサーモン攻めしたいと思います。体重増やす、少しロスはダンスは。スシローのわさびって全然辛くなくて甘いんですよね。あ、おっしゃってないか。押してないこれあ、これがうまいんですよね。おいしい？うまい。うまい、すごい。やばい。ということで、食べ始めてから時間そんな経ってないですね。まあこんな感じですわ。全然余裕でしたね。やっぱり。ハグ。はい。あと何皿食べれますか？15ぐらい。あ、3時間ぐらいかかりますよ。それは。なんかやっぱ昔の方が食えません。じゃあスイーツ食います。締めのアイスです。お寿司とか食い物は美味しく 1,2 杯で済ませるのがいいですよ。多分 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚だから、38枚と39枚ですね。